はい、皆さんこんにちは。イマージョン実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでみましょう。私はですね、歴史に関してはそんなに詳しくない、専門家ではないんですけども、やっぱりね、徳川時代だとか戦国時代ね、いろんな歴史過去を見るのが、楽しいことは楽しいですね。ということでですね、久しぶりに、いつも丸善行くとマネジメントの本のところ行くんですが、ちょっとね、たまには別の回を行ってみようと思いましたら、徳川吉宗の本があったので、それを買ってきました。それちょっと重くところがあったんで、今日は徳川吉宗の享保の改革と平成令和の政治と、こんなお話をしたいと思います。まずで吉宗、これ知らない方いらっしゃられてます。私もね、もう中学校かな、小学校というかな、もう忘れちゃいましたけど、遠い昔で、江戸時代の中期ですね、徳川御三家、その紀州のですね、四男として生まれています。ところがですね、長男だとか、上の方がね、みんな病弱だったってこともあって、四男で藩主になって行政改革を行った、こんなことで言うんですね。これよく、似顔絵じゃないですね、肖像画があります。ところがですね、その後ですね、綱吉ですね、お犬様ですね、生類憐れみの霊って聞いたことがあると思いますけども、その五代将軍の綱吉の後がですね、やはり、非常に若く8歳とかですね、継いだもんですから、その後ね、ご病気になられて、そしてなんと8代ですね。で、どこの御三家から選ぼうかってなった時に、この紀州のですね、で実績を上げてきた、この吉宗にですね、白羽の矢が立ったと、こういうことになりますね。そして江戸幕府の8代将軍になって、享保の改革、これ三大改革の一つと言われてます。一番最初の享保の改革をしたのがこの吉宗ですね。就任のですね、前半はもうさまざまな改革、後ほど詳しくお話しますけど、庶民にも人気がありました。ですからこれはですね、私たちのね、子供の頃からものすごいね、テレビ動画やってましたね。暴れん坊将軍ね、松平健ですね、その後松健サンバとかね、そちらの方で、さらにまた若い方にも人気があったと思います。で、後半はですね、庶民にも厳しい規制をしたために、人気がなくなったと、こんな風にも言われています。これいろんなね、本が出てますので、ちょっと多少ニュアンスが違いますよね。徳川八代将軍就任前のですね、幕府のまず状況から、財政状況から確認したいと思います。400万石で、他の大名を圧倒して、やっぱりね、財政は豊かだったんですね。ところがですね、どんどん例えば新潟の佐渡、それから島根の石見銀山、こういう鉱脈の収入がなくなってきて、財政が厳しくなったために直轄のところから、米をですね、どうしても税率を上げながら、そして補填してたと、こんなふうに言われています。これはですね、詳しくはこれ買ったんですよ。近代の三大改革って面白かったですね。こちらの方に載ってます。じゃあですね、享保の改革の内容について確認してみたいと思います。たくさんやったんですね。ですから、徳川家康に次ぐですね、中古の祖と言われた、ことですね。悪化した、幕府財政の立て直しのなどの改革を行ったんですが、水野忠行ですね、忠国も後ほどありますけど、これは忠行のですね、を老中に任命して財政再建に当たらしました。当時ですね、4000名いた大奥、これをですね、1300人に、減員しているとですね、いわゆる今でいうリストラを行っているんですね。それから曖昧令によって幕府の収入を、安定化、これ何かやったかというと、各ですね、藩主から少しね、100石ずつぐらい、収入をね、幕府に納めさせたんですね。その代わり参勤交代を今まで1年だったのは半年に軽減するということで、安定させたということになります。それ以外にもですね、神殿の開発、これも面白いですね。神殿の開発なんかもこれはね、民間の人ですね、町民だとか農民、こちらにですね、インセンティブ、今で言ったらインセンティブを出して、例えばですね、新しく土地を開拓した人に関しては農機具を出すとかですね、収穫の一部をですね、自分にしていいという、そんなことでですね、この神殿開発なんかをこうして、お米をね、たくさん取れるようにしました。で、そうなると
まあ、この中で千葉でもね、東海なんていうのはそれで巨大な農園になってますけど、まあ、この時に出来上がったと言われています。それからここはですね、血族、それから年功から能力のある人を養殖にね抜擢してます。その中で一番有名なのはこちらもねドラマになりました大岡越前ですね、忠相ということで、その一環として、大岡忠相を登用しました。まあ名病用と言われてましてね、まあ、いろんなことは言われてるんですが、まあなんかね他の書物見るとこれ中国の話であったとかね、実際は大岡越前がね名裁きしたのはそんなに数多くなかったなんてね出てきて、ちょっと実際は分かりませんけれども、まあ、いずれにしてもね長年にわたって、大岡、ね、忠相っていうのはかなり活躍したということで、まあ、こういうドラマにもなってるんでしょうですね。そして、このね足高の姓の制定ということで官僚改革なんですけども、当時はですね、まあ、実は偉くなるにもですねお金がいったっていうか、自分もですね、まあ、経費を出さなきゃいけないっていうんで偉くはなったはなったで大変だったんですよ。そうするとこのね能力がある人を登用しても、まあ実際ですね維持できないんですね。ということでこの足高に合わせてその役職に合わせてですね、それを政府から補完すると、そういうような経費の部分を補完すると、こんなような改革も行っています。さらにですね訴訟は当時ねものすごく多かったんですね。金銭なんかをね、もう当人同士に解決しろと、こんなようなこともね方針出されましたんで、あんまりよかった。でもねそれじゃなかなかうまくいかないんで、くじ方ね、お定め書きを制定して、まあ、司法いわゆるねこちらの改革も行いました。それ以外にもね、まあ、これもね有名ですね、ね、まあ、火事は、ね、江戸の、ね、名物みたいなこと言われましたけど、江戸町の、ね、火消しの設置して火事対策も行いました。まあ、これはね紀州藩なんかでも火事が原因で財政が悪化したってこともあって、江戸でもそんなことあっちゃいけないということで、こんなことも行っています。そしてこれもね有名です。目安箱を設けて庶民の意見を取り入れたりして、小石川養生養成所ですか、まあ、こちらにはですね、まあ、そこで、ね、病気を、まあ、治すようにね、こういうのを作るというように、まあ、庶民に寄り添う、こんなことに尽力されたってことで、先ほどのですね松平健じゃないですけど暴れ者将軍の、題材になるようなことになったんじゃないかなというふうに思います。ところがね、晩年ですけども、年号で、たくさん増税政策によって農民は生活が急行して、途中課税百姓一揆がもう頻発するようになったんですね。そんなことになって、まあ、ご自身もね倹約家だったんですけども、庶民にまで倹約を強いたために経済や文化は停滞したと、こんなふうに言われています。まあね、いろんな聞く耳持って、ね、今のね緊縮財政だけじゃダメだよというね、こういう目安箱にあった話もね、これはいいだろうということで、みんなにオープンにしたりとか、そんなことしたんですけども、まあ私はこれ個人的なね意見で歴史に詳しくないですけども、やっぱ経済に関してはそんなに詳しくなかったんじゃないかなと、こんなふうに予想します。バブル崩壊以後、これは今の現在の話ですけども、どういう状況かということも合わせてね、考えてみたいと思うんですけども、バブル崩壊以後我が国の財政赤字は、公債残高が大幅に増大、いわゆる赤字が膨らんだってことですね。で現在の財政赤字の、まあ、景気が良くなってもならなくても、増えていくという構造的な赤字だと、財政赤字です。こんなふうに言われています。そして現在ですね、状態が続けば債務残高は発散して我が国は破綻すると、これ財務省が言ってるわけですね。ということで財政支出と税負担の都道府県の一人当たりを見ると90年より地域格差もばらつきが拡大、これはホームページに出てます。そしてこれが最近の財務省のデータです。これがね支出なんですよ。でそれに対してこれが、ね、収入なんですよ。まあ、簡単に言うとね、令和にこれすごいですね。コロナでものすごい質ですね。これどうするんでしょうかね。まあ、ただねこの財務省が言ってるのはこれまあ、ある意味でねちょっと半分、国民を脅かすみたいな部分があって、実際は海外にもね、たくさんの債権がありますし、まあ、財務省用で言ったら貸し方と借り方があって、資産もたくさんあるわけですから、まあ中にこんな簡単にはね単純に破綻はしないだろうというふうに言われてますし、私もね、そう思います。まあでもまあ厳しいことでは間違いないと思うんですね。じゃあ享保の改革と平成令和の政治の比較を
少ししてみたいと思うんですけども、吉宗っていうのはね、まず人気があった一つの理由としては、まあ、これ紀州藩の時もそう同じような改革してますけども、質素倹約です。で、木綿の服を着て玄米とおかず一品と、まあ、一品か二品か知りませんけども、というように要は質素に行ったってことですね、はい。ところがですね、今現在どうだかっていうと、国会議員、先ほどね右翼を4000人から1300人にしたってことなんですけど、国会議員の定性削減はありません。まあ、私は正直言って多すぎると思うんですけどね。で、1人当たり5000万とも1億円ともかかっていると言われてます、税金から。夏のボーナスは300万円を超えた、一部ですね、それに関してはおかしいだろうという、こういうような国会議員もいましたけども、でもね、大方は受け取ってると。これどうなんでしょうかね。これ吉宗がね、質素倹約してるに関わらず、国会議員がね、こうやってのうのうとこういうふうにして、しかも居眠りをしていると、こんなことがあっていいのかなと思うんですね。それは血縁年功もね、改めて能力あるものを下位のものをあっての登用さ、これさっき出てましたね、その一人が大岡越前だったということですね。ところが今どうかということですよね。現在の政治家は世襲制多いです。でさらにね、多額の選挙出るだけでお金かかります。これも別の YouTube で詳しく金額も上げてあげました。そしてお金持ちか、あるいは有名人で票が取れる人じゃないと議員になれないと、こんなことがありますから、必ずしもね、政治能力がある人が、まあ、こういうね議員になっているとは限らないとですね。そして財政赤字はね、財務省では深刻であると言っては、実際はまあね、これは難しいんじゃないかという思いますけど、この件に関してはね、なかなか難しいと思います。経済政策でアベノミクスでインフレターゲットを設置しながらやってきてるんだけども、ということで、ここはね、まあ、吉宗もここ苦慮したと思いますけども、今になってもね、このじゃあ行政改革してね、緊縮するのか、でもそうすると景気が上がらないから、景気がね冷えてしまうと税収が上がらないからっていうね、ここのところはね、簡単に答えが出れない。吉宗が苦慮したことと同じことをね、やっぱり本当に難しいんですよね、苦慮してるんだと思います。ということで、まとめをしたいと思いますけども、いつの時代もね、長のリーダーシップは重要だと思います。その中でね、上の者が率先しないで国民が納得するわけがないということで、まあ、いろんなね、コロナでね、まあ、国民に何ですかね、多大なですね、お願いをと、こういうふうに言ってますけども、これ口だけで何もやってないんじゃないかと、何にもとは言わないけども、少なくともね、もう少ししっかりとしたね対応を私はすべきだなと思いますね。ご自身が率先するには、別に無名刺を食べるとか、それからね、その木綿じゃなくてね、背広をね、安い背広を着るとか、そんなこと言ってるわけじゃない、そんなビビたるもんですから、そうじゃなくて、まあ、そのぐらいの気概を見せると、こういうふうに私は思います。で、吉宗もね、晩年は町民農民まで、巻き込んでね、厳しく我慢されたのは、もう経済の原理を理解してなかったなと、先ほど言いましたけどね、かもしれないと、こんなふうに思います。でもね、多くの国民は政治のプロではありません。そしたらね、そういう方を身につけるためにもね、政治ってすごく重要で、どういうメッセージをするか、町がどういうようなことをですね、振る舞いをするか、こんなことっていうのはね、とても重要なんで、ぜひね、まあ、口だけじゃなくて襟を正してやっていただきたいなと、こんなふうに思います。ということで、今日は、徳川吉宗ですね、これは徳川のその後15代続いた最初の改革で、成功させたと言われています。まあ、もちろん反対のそうじゃないという意見もありますね。でも、まあ、大まかとしては成功だったと思います。それと令和の平成令和、多少似通ったことがあるんで、比較をしてお話をしました。まあ、こうしたね、今の政治と、それからね、とかニュースになっていること、それから経営学の基本、それから企業事例等々、いろいろお話をしていますので、ぜひ一緒に学びましょう。よかったらチャンネル登録をお願いします。今日もご清聴ありがとうございました。